はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ヒルマイルドっていう、まあこれはヒルドイドなんですけどもね、まあそのまあなんでここあんねんっていう話なんですけども、これは、ね、全部皿でね、あれなんですよ、処方してもらってるから僕5個持ってるんですけどもね、まあそんなね、まあヒルマイルドなんですけどもね、これはヒルドイドなんですけども、今回はヒルマイルドの話で、そのヒルマイルドがですね、裁判にかけられたようで、あの美容業界にね、激震まではいかないですけども、まあ、何かが走りました。あのお肌のねケアで大人気な商品ですのでね、まあ、結構使ってる人が多いし、しかもね第2類医薬品なのでね、薬局で買えるところがね嬉しいですよね。あの去年からね、その新型ウイルス対策としてね、これまでとは比べ物にならないくらいにね、こう度重なる手洗いと消毒でね、手荒れがひどくなって悩まされてる患者さんがすごく多くなって、まあね、このようなね、そのハンドケア商品の売れ行きがね非常に高くなってきております。で今回問題になってそのヒルマイルドなんですけどもね、まあ、60年以上もね販売されてて、昔から女性からのね支持がすごい高くてね、大人気のヒルドイドと似てるということで、ヒルドイドを製造販売しているね製薬会社マルホというところがですね、パッケージの名前がね酷似していると、その商標権侵害でですね、不正競争行為があったとしてですね、ヒルマイルドの販売会社であるあの県営製薬っていうところに対してですね、あの販売差し止めのね仮処分をね大阪地裁に申し立てをしました。いや大変なことになってますよね。そんなにヒルマイルドとねこのヒルドイドなんですけどもね、まあ、両方ともねその乾燥肌治療薬として知られてますけども、それはね両方ともにですね、ヘパリン類似物質というね、あの乾燥肌の治療薬としてね、まあ、長年使用されているもう保湿成分であってですね、あの人のね肝臓で生成される糖類の一種のヘパリンというやつにね似た成分が入っていて、高い浸水性とね保水性が特徴でね、保湿、血行促進、抗炎症のこの3つの作用があるんですよ。そして決定的な違いはですね、薬局で買える一一般用医療品ヒルマイルドと、医師の処方がなければ購入できない、医療用医療品ヒルドイドの違いです。そしてね、医療用医薬品ヒルドイドというのはですね、まあ、効果効能としましてはですね、血清性静脈炎、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、疼瘡、非行性反論、ケロイドの治療と予防、進行性視床核飛翔、皮脂欠乏症、打撲、捻座傷などの外傷の後の主張、血腫、腱鞘炎、筋肉痛、関節炎、筋性射形などに効果があるとされています。そして薬局で買えるね一般用医療費のヒルマイルドはですね、手指のあれで肘、膝、かかと、くるぶしの各、ね皮下症で手足の日々赤切れとかね、肝皮症、子供ちゃんのね乾燥性の皮膚、ただれを除く霜焼け、傷やけどの後の皮膚のしこりとかね、突っ張り、まあ、顔を除くんですけども、あとは打診とか捻挫の後の腫れとかね、筋肉痛、関節痛などの症状に効果があるとされています。で一般的に知られているヘパリン類似物質の効果というのはですね、水分を保持するということで潤うというね感覚になって症状が良くなったと思われがちなんですけども、あのね、まあ、症状をね治していくにはねパワーが足りませんのでね、まあ、美容に使うのはね一般用でもねいいかもしれませんけどもね、治療で使うにはねその医療用をね処方してもらうべきですよね。しかし先ほども言いました通りですけどもね、医療用というのは医師からの処方が必要ですので、病院で診察を受けてからじゃないともらえません。しかし以前にもお伝えした通りですけどもね、診察の時にねヒルドイド使いたいから食えというのはね先生の判断ではありませんので、絶対にやめてください。まあ、どうしても使いたいのであれば一般用を薬局でお買い求めください。あのジャニーズのね大人気アイドルのキング&プリンスのね、あの永瀬廉さんがね CM 出演して注目された去年の6月からね販売されているヒルマイルドですけどもね、その乾燥肌治療のね一般用医薬品として販売されてからですね、まあ、半年後の今になって裁判沙汰になるのはね、なぜこんな時間かかったんでしょうかねと思うんですけどもね、こんなにね内容もね見た目も似てるのであればですね、マルホが
側もねすぐに気づいたはずなんですけどもね。で、まあ、そんなマルフォー側はですね、まあ、類似薬はたくさんあるけども、その県営製薬のものはその名前やパッケージが酷似しており、当社としては60年以上の販売実績に対するただのノリだと判断したというふうにですね、21日にね仮処分の申し立てにね至った経緯をね説明した一方ですね、県営製薬の広報の人はですね、まあ、事実確認中としてね、まあ、詳しい回答をね控えております。あの薬局で買えるねその一般用医薬品のねヒルマイルドはですね、医師の処方がなければ購入できないその医療用医薬品のこのヒルドイドとね競合はしてませんけども、あのあるね製薬関係者はねこのように言ってるんですよ。ヒルドイドは肌にいいとしてね女性人気が高くてですね、公的保険が適用されて安く買えることからその美容目的でねあの医師に処方してもらう人が多いことで知られていましたと。またこの1年はねその新型ウイルスで通院をリスクとね捉える人がね増えたのも事実で、そのタイミングで県営製薬が手軽に薬局で買える一般用医薬品として販売構成を仕掛けたようですと述べています。その元祖ねヒルドイドをね販売するマルフォー側にすればですね、パクリ商品で客を奪われたとね、その納得できないものだと、ね、当然だと思います。で今後は大阪地裁のね判断を待つんですけども、その販売差し止めの仮処分がね認められた場合はですね、まあ、当然 CM をねストップしますよね。まあ、人気の高さがね買われてね CM に起用されたその永瀬さんですけどね、今回ばかりはねイケメンぶりがねあだりになるかもしれませんね。まあ、イケメンの永瀬さんが使ってるんだったら私も使おう、蓮くんが使ってんねんから蓮くんがやってんねんからっていう風にしてねめちゃくちゃ売れたんかもしれませんね。そんな経営制約はですね25日にですね事前に正式な手続きを経て商標登録されていますと。で不当な仮処分申し立てに対して法律にのっとって戦うとのコメントをね発表しています。まあヒルマイルドはね、まあ、今後どうなるか分かりませんけどもね、この手洗いと消毒、そしてこの冬の乾燥でね、まあ、手荒れの患者さんがねすごい相次いでますので、まあ、このヒルドイドに入ってるようなねそのヘパリンだけじゃなくてねワセリンでね皮膚の水分の蒸発を防いだりとか、尿素を使ってね乾燥で硬くなった皮膚をね柔らかくしたりしてねケアをしてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。